皆さんこんにちは、ダムです。皆さんカレーはお好きでしょうか。ということでですね、タイトルサムネにもある通りですね、日向坂46とココイチのコラボがなんと3年ぶりに帰ってまいりました。3年前のねココイチコラボの時も私賛成したんですけども、あの時は本当にカレーでしたね。毎日カレーみたいな、なんなら朝カレー食べてお昼もカレーみたいな生活だったんで、またあの頃のね記憶がちょっと蘇ったんですけども、今回ねココイチキャンペーンの内容が出てましたので一緒に見ていきたいと思います。はい、ということでね、帰ってきたココイチでハッピーキャンペーンということでね、はい、今回こんな感じです。京子ちゃんが今回上にいます。じゃあ内容見ていきましょう。11月1日火曜日からキャンペーン開始ということで、もうなんか盛りだくさんなんですよ。この辺あの紹介動画 YouTube に上がってました、ぜひご覧ください。こちらですよ、その場でもらえるキャンペーン第1弾。あ、待って、京子ちゃんいるじゃん、かわいい。あのね、前回ココイチキャンペーンに参加した人なら覚えてると思うんですけど、前回はね800円以上とか何円以上でグッズもらえますよっていうキャンペーンだったんですけど、今回こちら手仕込みチキンカツカレーとちょいトピを注文っていう縛りがあります、まあ、美味しそう、すごく。ダブルでね注文するとオリジナルコースターをその場で1枚プレゼントです。こちら下にですねコースターが載ってます。で第1弾第2弾で分かれているんですけど、前回同様第1弾がね今回あの鬼別ではないんですよね。前回鬼別で1期生から第1弾で、2期生3期生で第2弾だったんですけど、今回はもうシャッフルで綺麗に分かれてます。いや、もうてっきりね1日から京子ちゃんのコースターをねゲットすべくと思ってたんで、まさか16日からだったんですよね。京子ちゃんがね第2弾の方に入ってます。ちょっとごめんなさい、画質が悪いんですけど、第1弾はこんな感じで、プラス集合が2種類あるみたいです。集合っていうのは全員集合なのか、この第1弾のグループの集合なのかがちょっと分からなくて、もしね全員の集合だったらもう第1弾からもうかっ飛ばしていくしかないんですけど、ちょっとこの集合2種がねちょっとわからないわからないんですよ、内容が。第2弾がですねこんな感じ、こちらもね集合2種が入ってますね。これも楽しみです。このコースターのもらい方がねちょっと難しいんですけども、この下の懐にねキャンペーン参加には LINE 友達登録が必要ですってことで、事前にね LINE 友達登録をしておいて、でこのメニューですね、手仕込みチキンカツカレーとちょいトピをセットでね注文した後に、こちら下の方に書いてます、お会計時にレジにて LINE の景品獲得画面を見せるとその場で1枚プレゼントということで、ただねレジでお会計するだけだともらえないんですよ。こちら注意が必要ですね。ちょっとねややこしいんですけど、あらかじめね LINE の友達登録した上で店の方行った方がいいかもしれないです。テイクアウトの注文でも対象なので、あ、その場で食べた後、まあ、持ち帰りすれば2つもらえるのかな。そしたら、まあ、同じメニューを食うことになりますけど、で宅配は対象外になります。でなくなり次第終了ということで、前回ねあのここめちゃくちゃ田舎なんですけど、県内にある数カ所のココイチのポスターがですね3日以内に全てなくなりました。第1弾も第2弾もやっぱり早めに行った方がいいかもしれないです。今回ね量増やしてくれてるかは分かんないんですけど、ちょっとなくなり次第終了なので本当に早めに行った方がいいかもしれないです。一番最後に過度な食べ残しと景品目的による過剰なご注文とスタッフが判断した場合には景品をお渡しできない場合がございますので、これ一番大事だよね。ココイチのカレーって辛さも選べるし、なんなら甘さも選べるし、ご飯の量も選べるんですよ。自分のね食べれる範囲内でご注文ください。まあ本当にそうよ、食べ物を粗末にしちゃダメ。はい、LINE 応募で当たるということで、はい、こんな感じでレシートを集める方ですね。こっちはレシート何枚で1応募みたいなやつです。下の方にねあのキャンペーンに関する質問とかありますので、まあ、その辺読んでもらうと大体のことは解決するかなっていう感じです。はい、ということでねココイチキャンペーン見てきたんですけども、今回はですねメニュー選べず、手仕込みチキンカツカレーに、まあ、ちょいトピは選べるんですけど、ちょいトピプラスで食べてくださいということがあって、多分みんなねめちゃくちゃ食べるんですよ、朝昼夜でココイチみたいな人も多分出ると思うんで。いや、なんでさ、でもチキンカツだったんだよね、チキンカツ。はい、ということで、ね、キャンペーン自体はね11月1日から始まりますので、第2弾は16日から開始になりますので、いやー私どうしよう、まあ、京子ちゃんのコースターは絶対欲しいんですよ。ゲットできるように頑張りたいなと思います。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。